ここからはこちらのコーナーです。今週の夢捨てチャレンジ。はい、今週も2人で夢捨てをプレイしていきます、うん、今回は革命ダンスをプレイしていきたいと思います。イベント北天のアルビレオ、うん、この時に追加された楽曲ですね。こちらはなんと我が劇団シリウスのパンダちゃんが主役のお話でしたね。パンダちゃん嬉しい。そうなんですよ、パンダちゃん結構あの SNS にが得意なキャラクターなんですけど、うん、はい、他にもひかりちゃんだったりとかカミラさんがですね、うん、YouTuber の活動していたりとか、うん、配信やってんだよね。そうなんです、配信トリオでコラボした話でしたね、うん、なんかちょっと嬉しいよねこちら、この3人のコラボ動画気になるみたいな、ね、劇団を超えてなんかね、うん、話の合うキャラクターがいると面白いですよね。そうだね、うん、でもね、うん、そうなんです、ひかりちゃんが結構運動神経がいいキャラクターで、うんうん、でカミラさんダンスがお得意のキャラクターということで、うん、はい、パンダちゃんはとても器用なんですけどやっぱりね頑張らなきゃっていう、あのね、そう結構ねありましたね、うん、サスとのお話でもあった通り、そうなんです、サスパンのねやっぱなんだろうな、うん、何でもできる子なんだけど、うんうん、やっぱすごいこう横に何かが秀でた子がいるとちょっとこう劣ってしまう部分があったりとかっていうのを自分も気にしてたりっていうね、うん、部分もあったりして、そうなんです、頑張ってたなっていう、そういうのもがなんか今回もちょっとあったりとかするんですよね、うん、そうなんです。でもなんかひかりちゃんさ、うんうんうん、ずっとその沖縄弁で喋ってるじゃん、うん、そう下地しのちゃんもね、しのちゃん、しのさん、しのちゃん、しのさん、しのさん沖縄出身の方なので、やっぱなんかこう沖縄弁ってあんま聞くことないじゃん、うん、確かに確かに、だからすごいなんか癒される、すごい、うん、沖縄弁がひかりちゃんもすごいなんかほわっと明るい子だから、うんうんうん、なんかすごいねわーって癒されながら、あの優しいギャルカミラ、うん、そうみんなに優しいギャル、みんなが大好き、好き、そういうギャル大好き、みんな、うん、ね、もういてパンダも相変わらず可愛いし、愛されパンダちゃんですよ、そうそうそう、うんうん、これもいいねイベントです、うん、はい、じゃあ早速、うん、プレイしていきますかね、よし、うん、革命ダンスを、まずは、じゃあ私から、うん、なぜなら私はハードなのでハードでエクストラ、はい、じゃあハード担当から行かせていただきます、ハード担当、うん、じゃあ行きますよ、行けるかな、あ音ゲー命ですから音を聞くことが本当に、じゃあ7で、うん、行かせていただきます、頑張れ、頑張るぞ、フルコンします、おいたフルコンしますという宣言が出ました皆さん、鼻かゆ前回私耳かゆの人中かゆでもなんか本番前とかになんかなると急にどっかがかゆくなることあるよね、え、なんだろう、なんだろうね、しかも生放送とか始まると絶対顔になんかついてるんですよ、そう、私もこれステージ上の袖ですごいなんか、わかります、足かゆい、足かゆいって言いながら、足、そう、足かゆくなってきたって言いながらめっちゃシリアスな顔して舞台上がってた、わかります、なんかあの自己紹介してる時に顔に絶対なんかついてるって思いながら私自己紹介しちゃうんですよ、あーでもなんかちょっとねわかる気もするわ、もうフルコン逃してますね、嘘だ、もしや、そんな喋りながらっていうことをやってるからだ、そうだよ、うちらちょっと皆さんと状況がまた違いますね、あもうやばいやばい、ちょっと待って、あ、動揺がワンバットいただきました、なんかこの和な感じの曲って私結構好きなんだな、え、わかります、わかる、うん、ちょ言い出してからめちゃめちゃ調子悪くなってます、もうやめた方がいいんじゃないでしょうか、ちょや、あの、ちょ作戦、あの、出汗で手が滑るっていう状態が発生しましたねえ、ここ好き、あ、絶対陣中に誰かいる陣中に誰かいる、誰がいるの、そんな狭いところにかゆいなもの、かゆいなもの、人中のせいにしてはいけません、そうだよ、やばい、早くできる、ライフがあと190しかありません、本当だ、赤くなってる、やばいやばいやばい、真っ赤になってる、え、絶対にそれだけは、これ絶対難しいやん、え、本当にだってハードでこれですよ、そうだよね、え、私結構カッコ1ぐらいで難しいかもしれない、あ、マジ、はい、おお、また来るよ、また来るよ、来ますよねでも難しい、陣中なくても難しい陣中の問題がなくても、私に陣中がなかったとしても自分に中心がなかろうともかゆくなくても絶対難しかったです、はい、絶好調だとしても難しい、うん、
うわー怖い。ぜひとも。いやーこれは怖いなー。これエクストラどうなっちゃうんだろう。本当だね。ちょっとじゃあまあエクストラ行ってみますよ。ね、はい。プロハセミさんには。プロ。ハセミプロには。手汗手汗手汗。手汗。ほら痒くなってくるじゃんこの辺。痒くなってくるじゃん。なんで顔痒くなりますよね。なんでなんだろう。顔痒くなるし、左肩も、あ、なんか手の甲も痒くなるし。全部痒いじゃないですか。でもさっきも痒くて成功してるんで。そうか。成功？はい。あのフルコンボで。確かに。いやでもこれ結構な。だってもう結構見てるだけで早いし、まあこれは。はい。叫び声いただきました。ですがコンボは崩さず。何今のトゥトゥトゥってやつ。これはすごいですよ。サビどうなっちゃうんだろう。確かにサビ乗りよくなるかね。いや紫でタイミングずらしてくんのひどくないですか。いい意味で。いやーやばい焦った。だって紫がこまめに戻ってきた。紫でずらさないでほしいな。しかも青に紛れて紫来るんだ。そうやばい。エクストラでも見てるのは気持ちいい。クリアされていくのを見るのはとてもいいけど、紫の長押ししながらちょん紫が来るっていう。はいはいはい。この曲は私めっちゃ好き。わかる、懐かしい気持ちになる。なんかどこか、すごい。やっぱもう、でもこのはじめさんをもってしてもこの難易度、でも過去一なんじゃないですか。むずいわ。難しさ、すごい。頑張れー。でも手数が多いもんな。もう全然なんか最後のトントントンの時の安心感。そうそうそう。もうずっとこれであれって思って。うわーすごい。でもはせみさんでも悔しい。ちょっとミスがあるということは相当の難しさですよ。これがまたさらに、まだだってエクストラでこれだからね。でも S ステラがすごいあり。いやいや、これどうなっちゃうんだろう。一番上とか。本当だよ。やばいですね。みんなどうやってやってるんだろう。いや皆さんも練習してみてください。はい、現在ゲームアプリワールド大スター夢のステラリウムにてイベントマジカルガールハロウィンを開催しております。秋葉原のコスプレコンテストに出場することになった劇団電気の物語となっており、コスプレと聞き張り切るいろはを筆頭に劇団電気メンバーがコンテスト優勝を目指して奮闘する姿が見どころのハロウィンイベントになっております。イベントは10月29日日曜日22時までの開催なので、ぜひプレイしてください。また10月22日日曜に演目オペラ座の怪人が追加されました。テレビアニメで放送されたオペラ座の怪人の演目が 3D でゲームでご覧いただけます。演目はシリウスバージョンとエデンバージョンを用意しており、後半の方では劇団によって物語の展開が変わります。各劇団全12話で22日より毎週追加予定です。すごい。さらに10月25日水曜日より銀河座の第2章が追加されました。竹取物語を終え、周囲との差に焦りを覚える守衛を主人公に、銀河座の伝統と期待を背負う暦と、本当の幸せとは何かを問う物語となっております。こちらもよろしくお願いいたします。皆さんもぜひ夢捨て楽しんで遊んでください。以上、今週の夢捨てチャレンジでした。